い、皆さんこんにちは。ネバーセイニバー、考えるキックボクシングを推奨する TKICKS チャンネルの時間です。さあ、ちょっと今日は僕、木野翔がですね、必殺技をですね、皆さんにご紹介したいなと思っております。で、まあ、まず僕なんですけど、今ちょっと、まあ、怪我もあって、まあ、3年ぐらい前まではちょっとライズっていう主戦場でスーパーフェザー級ですね、最高6位まで行ったんですけど、ずっと休んでまして、まあそろそろ試合に出ようかなっていう感じで思って練習も復帰しております。ということで、必殺のパンチをやっていきたいと思います。まあ、僕の今日得意なボディーブローを皆さんに、ご紹介したいと思うんで、ぜひしっかり覚えてください。ボディーブローなんですけど、いっぱい打ち方、打つ場所ですね、あると思うんですけど、まあ、溝落ちだったり、レバー、まあ、この後ろの部分だったり、ね、基本的には3箇所、まあ、大体イメージしていただけると思うんですけど、今日教えるのは1個ですね、まあ、僕の場合はこのレバーですね、狙っていきたいと思います。で、まずしっかりと構えますね。で、一応まあ相手のパンチ、まあ来たとしましょう。で、しっかり避けたいので、まあ、避けるプラスボディを強く打つためにためをね作りたいので、ヘッドスリップのようなイメージですね。体を、45度斜め前にしっかり前重心でですね、体を倒します。で、この時にしっかりと右手はもう額にくっつけておいてください。で、左手は少しね、もう肘を引いちゃいます。こういう感じではなくて、もう打つ体勢を作るので、肘を引く。で、もう一点です。やっぱりボディーブローになると、近い距離に行かないとね、なかなかね当てることできないんで、透かしてしまう。一歩前に入ります。ここまで OK ですね。そしたら、ここからこの体の軸をぶらしたりせずに回転です。回転、絶対にガードはしといてください。回転、この回転と同時に、このためた力をですね、一気に斜め上方向に上昇していくような感じで腕を振り抜きましょう。振り抜く。で、この時なんですけど、一個ポイントがあって、右足ですね。右足を僕は打つときに一個引き寄せます。入って一歩引き寄せる。入って一歩引き寄せる。ではですね、実際にサンドバッグを打ってみたいと思います。相手のパンチをくぐります。そして体の軸はぶらさずに、このまま回転して、腕を斜め上に回す。先ほどポイントで足を一歩ね打つときに踏み込むと言ったんですけど、なぜかっていうと、まあ一番いいのはパンチに対して後ろ足も引きつけて入ってしまえばいいんですけど、僕の場合はなるべく早く打ちたいんで、前足だけまず先に踏み込んじゃいます。で、打つと同時に後ろ足引きつけると、それではバランスも良くなるんで、ぜひね皆さんやってみてください。
前足だけ踏み込む。で、すぐに後ろ足を引きつけながら打つと。打つ。打つ。前足踏み込んで、右足を引きつけながら打つ。踏み込んで、受ける。踏み込んで、軸はそのままに踏み込んで、少し早くやりますね。ということで、本当に基本になるんですけど、なかなかね、ボディって打つのも怖いと思うんですけど、しっかりサンドバッグとかでまず練習して、打ってみてください。これがね、ボディーブロー得意になれば、絶対にね、最高というか、試合とかでね、マスとかでもそうなんですけど、生かされてくる、非常にいいパンチになるんで、ぜひ練習してみてください。そんな形で今回代打でやらさせていただきました。木野翔ですね。概要欄の方に僕のインスタグラムとかフェイスブックも載せてあると思うんで、気になった方は見てみてください。またもしかしたら何回か僕が代打で出させていただくかもしれないんですけど、その時はまたね、ぜひ見てみてください。ではですね、このチャンネル気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価ですね、いいね、よろしくお願いいたします。では、さようなら。